皆さん、こんにちは。マイです。今回は、マストのシオンさんとの対戦の様子をお送りします。ブレイカーが一番前に配置されているのは珍しくて、少し戸惑います。私の構成的にブレイカーから落としたいのですが、忍者2体からの毒も厄介です。前のターンでエナジーを温存しておいたのですが、エナジーブレイクで4しかありません。厄介な場所にくの一です。悩んだ結果インフェルノを選択。倒しきれないような気がしたので保険でプレデター。中列でも260ダメージ。動画を作ると勉強になります。いつもなら1体倒せているのですが、エナジーが足りません。毒が辛くなってきました。やっとエナジーが増えたので、リンネガン忍者を狙います。 SP もやっと100を超えました。相手はもう200溜まっていて、しかも意外なアマテラス。毒でこちらの HP は半分しかありません。ファイアボールの効果は痛いです。エナジーも少なく、ジャイアントブレードを持つブレイカーも倒せそうにありません。HP の少ないガーディアンとサイキックは、このターンで倒される可能性があり、相手の HP はまだまだあります。運よくジャイアントブレードは来ませんでした。召喚ユニットが天敵のブレイカーを倒してくれました。なんとか耐えましたが、忍者にクリティカルヒットするファイアボールが来ませんでした。インフェルノではダメージが少し足りないと思います。とても戦いにくくて、かなり接戦でした。シオンさん対戦、ありがとうございました。このプロジェクトゼノの運営さんは、非常に精力的で、アップデートで、より面白くなっていきます。無課金の方でも、十分に楽しめるゲームですので、まだの方は、概要欄のリンクよりどうぞ。また、コナンさんのチームと合同でギルドを設立します。概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。LINE オープンチャットもあり、匿名で参加可能です。ディスコードは現在300名近くになりましたが、2000人程度を目指しています。どちらでも参加しやすい方からご参加ください。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。